行政代執行の、令書が、配られる、のがですね、まあ、今日来ても、明日来てもおかしくないという状況です。もし今週中に、代執行の令書が、配られるとすると、来週の、月曜日から、金曜日ぐらいまでの間に、代執行が、行われる可能性が高いと。これから重要な仕事をするんで出てください。いや、重要な仕事じゃ分からないじゃないですか。閉じ込めちゃうよ、ここ。出られなくなっちゃうよ。いや、だから教えてくださいよ、ちゃんと。教える必要ない。説明してくださいよ、ちゃんと。緊急工事は説明の義務なし。これは今年の2月8日、行われた行政代執行の様子を、映像で示したものになっています。仲間のね、小屋を潰されたんだけどね。自分の小屋が潰されたと一緒だったですよ。家を壊されたらどんな気持ちするかと。一人でも生きるための知恵なんです、私たちの。私もそんな頭は良くないですけども、人権者生まれた時から死ぬまで保障されてんです、国から生命と保障されてんです。こういうその、まあ、1年間のうちに2回もほとんど同じ場所で、同じことを野宿者たちを排除するということを目的にして行政代執行が行われようとしているということ自体が非常に異常な事態なわけですよね。でしかも経過の中には書かれているんですけれども、話し合いを進めている途中でそれを中断する、一方的に向こうから打ち切るような形で行政代執行の手続きに入ってきているんですよ。でその話し合いというのには弁護士も同席させていただいたり、地域のいろいろな方が出席をして、その人権問題だということとか区の対応には問題があるんじゃないかということを指摘もしてきたと。そういう中で一方的に先ほどのような強制的な手続きに入ろうとしているというのが今回の件の特徴だというふうに思っています。行政はその物を動かすための行政代執行というのを人を排除するための手段として用いているわけですよね。でこういうやり方っていうのが許されるのかということを根本から問題にしていきたいというのことを考えています。野宿の問題っていうのは、当事者だけの問題ではなくて、それを作り出してきた、社会の問題、さまざまな社会の仮想の部分の矛盾が凝縮されて現れたものだと。もともとこの立川河川敷公園っていうのは、古い人ですと15年、20年前から、暮らしていて、おそらく都内で最も早くから野宿する人々が、生活を始めた場所だと思うんですね。で、なんでそこで暮らしている人とですね、地域社会との間にある種の共存関係みたいなものが、改修工事の前までは、できていて、僕も本当初めて行った時びっくりしたんですけれども、野宿する人がですね、割と飲み食いしているそのすぐ後ろで地元の高校生が文化祭の応援のダンスの練習をしているっていうような風景があって、あ、これすごいなと思った覚えがあります。一種のですね、まあ、下町ならではの、貧しい人たちの共生というのが実現していた公園だと思うんですけれども、それが改修後に本当に野宿者が、全ての、悪の根源みたいな感じでフレームアップされて、で彼らのために、公園が使えないんだということをですね、江東区自身が宣伝している。今一度貧しい人々が、共生してきたこの区の歴史、立川河川敷公園の歴史について目線を向け、その、可能性について考えていくべきなんじゃないかなと私たちは、考えています。